さて今日のアフターテラちゃんコメンテーターはストラテジスト島津弘樹さんです島津さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますえ新種の お花のランですねデンドロビウム岸田文雄が国内で初めて開花しました日本で唯一岸田文雄を栽培している広島県の広島市植物公園では昨日から岸田文雄の一般公開が始まったといいますこの岸田文雄一年ごとに花を咲かせる見込みだそうで1月中ですと花が見られるということですね岸田文雄というこの花はですね1月だけ咲いている ということのようなんですが2月には散ってしまうっていう <laughs> こ,れこれどうなんでしょうね。 お花の名前に、はいはい、名前していただくことはありがたいし、はい、嬉しいかもしれませんけどやっぱり散ることを考えるとね,、ええ、ですねなかなか厳しいですよね、ええ、<の>今私も何回岸田文雄行ったか分かりませんし <laughs> それで岸田文雄散っちゃうっていう2月には、えー、何かこの新年早々いいんでしょうかこういうことで。いやなんかね,ね まあ散り、はい、際がどれだけ美しいかっていうね<あら> <laughs> あのいやいや桜とかはねそういうのありますけどすか、ね、なかなか花の名前はやっぱり、えー、なかなかね厳しいなというか自分は万が一そんなことがあっても、はいはい、ちょっとお断りしちゃおうかなって思う。 あのレタでした、えー、今デンドルビウムの島津博紀が咲きましたみたいな感じになるわけですよね,ね咲いた時はいいですよねそう,そうですねえー、なお一月いっぱいは見られるということですって言われてもねな多い二月ちっちゃうのかみたいな寂しい気持ちになりますよねえーえー、まこのあのー、岸田組をですけれどもえー、また来年の一月も花を咲かせることができるんでしょうかね絶対そういうトークになりそうですなりますよ本当にあのー いい面悪い面も物事でありますけどちょっと花の名前はねそうですなかなかと思いますでもこれ逆に考えるとこの広島植物公園の担当の人も大変ですよ万万が一ね咲かねえぞおい本当ですよねまあ植物公園の方だからご専門で綺麗に咲かせていただけるんだと思いますけどねそうでしょうかね一応この岸田文雄は花のお話です別に何かを暗示しているわけではないとお断りはさせていただいてでちなみにですねえこの岸田文雄という蘭の花 去年の6月岸田文雄総理大臣がシンガポールを訪れた際に日本とシンガポールの友好を記念して誕生したランだと言いますで、親の株親株はですね、えー、シンガポールにありますけれどもその一株を持ち帰って希少なランを展示することで知られる広島市植物公園が栽培しているということなんですねまあ、これはあの輸入規制に引っかかるものではまあ、ないようではありますけれどもねまあ当然それは特別です ですけどね。まあでも広島の植物園でランが有名なんですね。ねこれ初めて知りました。はい希少なランを展示することで有名。でも親株がシンガポールにあるっていうのを聞けば、シンガポリ広島の枯れても大丈夫ですか？いやいやいやダメですか？やるわ。ええはい。さてその岸田総理なんだそのじゃないんですね。これ分け分けて考えなきゃいけませんね。え先ほどまでの。 の岸田です、はい、今回、これここからは岸田総理のお話になりますが、はい、え昨日年頭会見、記者会見に臨みまして第一に日本経済の長年の課題に終止符を打ち新しい好循環の基盤を起動する第2に異次元の少子化対策に挑戦するこういうふうに話しました。 この岸田総理の日本経済の長年の課題に終止符を打ち新しいこの好循環の基盤を起動するという発言ですが日本経済の長年の課題これ、やはり今は賃上げですかね。 まあ普通はデフレなんだあデフレかと思うんですけど、はい、まあ賃上げを意識してるんですかね。えー、はい。うん、ええー、そうかもともとはデフレですものね。はい、ねえー。長年の課題ですものね。はいうん、はい。で一応ですね会見で、えー、この岸田総理はこの30年間企業収益が伸びても期待されたほど賃金は伸びず想定されたトリクルダウンは起きなかった。まあ下足落ちてくるというやつですよね。で私はこの問題に終止符 打ち賃金が毎年伸びる構造を作りますと力強く言っていたようですがトリクルダウンは起きなかったというこの発言、えー、アベノミクスの完全な否定と受け取れる発言にも聞こえると、まあ、こういう指摘もあるんですが柴田さん、この辺りはどう感じですか。まああでででももよくるる批判ではあるんですけども、はい 結局、重要なことってアベノミクスによってやっぱり失業率が下がったということですねで格差が起こるときってみんなが儲かってて1億稼ぐ人と400万しか稼がない人がいるという格差も確かに問題だと思うんですけど最大の問題は1億稼ぐ人がいる一方で働きたくても働き口がない働けない失業状態にあるっていう人がいる方がこれが一番最悪なわけですね。だから 確かにその賃金の面で企業収益に比べてっていうのはその通りなんですけども、はい、あの時に起こったことっていうのは働きたくても働き口がなかった人たちが働けて一時はその人の取り合い あのスキルが多少なくてもうちの会社で全部教えるからあの初めて体験しても来てくださいというなるぐらいの状況前になったということが非常に重要でまあ批判っていくらでも言えるんですが、えー、あの私自身はこうそうした批判というのはやっぱり批判のための批判であってあーー実際に起こったこととはちょっと違うなと思ってますね、はいえー、そして岸田総理はですね賃金を上げる方法についてリスキリングによる能力向上を支援日本型の職務給の確立成長分 分野への雇用の円滑な移動を三味一体で進め、構造的な賃上げを実現しますと説明していました。まあ、リスキリング、すなわち職業能力の再開発、えー、再教育、これを支援してですね、日本型の職務給の確立、すなわち日本の従来の長期雇用制ですね、終身雇用制、これを見直して、えー、欧米のようなこのジョブ型、えー、ですね、職務によって給与が決まるスタイル。 これを目指すということでよろしいんですかこれはまあ、多分そういうことを意識してるんだと思うんですけどもういうはいは先ほど申し上げたように重要なのは、はい、経験を良くして人手不足が深刻化して、はい、人手不足が深刻化することによって企業が賃上げをしたりとか、はい、あるいはその 働く時の環境がブラック企業にならないような就業環境が整えられるとかそういうことが自動的に自然に起こってくることが一番重要でそうすると発達したというかより儲かりそうな企業は必死で人を集めますから賃金高くしていきますし人の取り合いになればじゃあ初心者歓迎でうちは一から教えるのでぜひ来てくださいとなるとそういうのを政府が支援するっていうのはあるんですけども。 結局その景気がいい状況ではないとそういうこと起こらないわけですね、はい、なので一丁目一番地に大切なのはデフレ脱却でまあ雇用がよくなるような景気がよくなって労働条件がまああの自然とよくなっていくっていうのが一番いいわけなんですけどもなんか日本って構造改革とかなんかこういうことを言うとなんか偉そうだし何かやってるように見えるんですけどもあのそこが重要じゃないっていうことがなかなかやっぱり岸田総理は 多分あの前の2人の首相に比べてちょっと認識が。あ<ー>あのー 甘いというか不足している部分があるんだろうなと思ってしまうんですよね、えー。まあ今の島津さんのお話でもね、例えばまあ本当にこの来る人がいなく少なくなっちゃったら、いやうちで教えますから大丈夫ですからっていう初心者大歓迎、うんうん、これが自然なような気がするんですけどもね、どうしても今はまあ海外を参考にしてるんですか、特にスウェーデンだとかね、リスキリングっていう言葉がね、何かこう最近よく耳にするようになりましたね。もちろんその景気が良くなって人手が足りなくなって、ねはい、その人の奪い合いになった。 時になかなか企業もあの採用したんだけどなかなかそこの再教育がうまくいきませんよみたいな時に政府が何か支援するとかねそれこそ海外の事例を紹介するとかそういうことはあると思うんですけども政府が主体的にやることではないのであくまで企業がまあ主体的になってまあ考えていくこと。であのそのの背景にあるのは結局 経済を回す上であるいは技術革新をする上で一番重要な要素っていうのは民間企業が競争とかそのしながら考えていくことだって、はあはい、政府とか公務員の人たちにそれが民間企業よりも上手にできるっていうことは、うん、まあせいぜい同じ、はい、でも普通は切磋琢磨してる企業の方が、うん、民間企業の方がうまいっていうことを、はい、やっぱり あのその辺の認識っていうのはやっぱりどうも岸田総理を見てるとあのやっぱり財務省とか官僚とかの人たちが能力が上で民間企業はそうじゃないって見ていらっしゃるのかなって思う節はやっぱありあますよね、うんはい、でその岸田総理ですけれども総理就任直後新しい日本型資本主義新自由主義からの転換ということを主張していたわけなんですが、まあ、最近は新自由主義に戻っているような感じがあるという、まあ、こういう主 がありますがこのああのアベノミクスを否定しつつもなかなかそこから出せないっていうことであれば、はい、まあその通りだと思うんですけども、ね、まあアベノミクスがじゃあ新自由主義かっていうと全然そんなことはなくて、はい、まあそのいわゆる新自由主義ってむしろ世の中的にはとか歴史的に振り返ると、はい、まあどちらかというとそれに当,たる当てはまるのはまあいろいろこれも議論ありますけど<え>レーガン・ アメリカの大統領とか、はい、イギリスのサッチャー首相で、ええ、同時期の中曽根、ねはいまあ、当時の総理ですね、ええっていうのが、まあ、いわゆる典型的な新自由主義として皆さんが思い浮かべることとか歴史的に見られることであって、はい、なんか 安倍さんって全然そんなことはないわけですね。むしろ分配なんかに力を入れてしまって、ええ、新自由主義とか若干こう距離があるような政策はとっていましたので。ええ、なんかそのそもそものスタートの認識を間違ってるから、次にやる政策を間違ってるっていう感じが。どうしてもしてしまいますよね。はいで一方で岸田総理、異次元の少子化対策に挑戦するとも言いました。え、若い世代からようやく政府が本気になったと思っていただける構造を実現すべく。大胆に。 検討を進めてもらいますと話し児童手当など経済的支援の強化育児休業制度など働き方改革の推進などを提唱して6月までに子ども予算を倍増するとも言いましたこの政策まあ、方向性ですよねこの子ども対策ですがこれはどうでしょう まあこれは方向としてはいいんですよねこれはでも過去の政権もみんな必ずそうなんですけども、はい、あの少子化対策とかその子どもに対する対策ってなぜか知らないんですがなんか一気限りとか途中で頓挫するんですね、はいえー、途中で頓挫する政策はその子どもを育てるという長い期間かかるその、えー まあ、そもそもの性質からすると一発やって全く意味がないですし、はい、全然信頼できなくなってしまうだから決して、えー、たくさん子どもがいるっていうことが、あのーまあ、ポジティブに働かないっていうふうになるわけですから、はいえー、方向感はいいんですけども本当に異次元ということで言うんであればやっぱり持続的継続的に子育て支援とか少子化対策をやっていくっていうここに尽きるので、えー、まあ方向感はいいんですけども本当に異次元ということで言うと、えー、過去と違う面はそれを持続的に

え好きなんですね。まあ、多分好きなんだと、えー、好きなんだと思う。異次元。異次元。まあ、日銀も使いますけど、ね、日銀。まあ、最初日銀が使って。そうですね。多分、なん、なんか、それがいい響きだったんですか。いい響きになったんだと思うんですけども、えー、はい。はい、はい。ええー、ただですね。この気になるのが、六月までに子ども予算を倍増と。この景気もいいことだけは、いつも自慢げに言う。岸田総理なんですが、相変わらず、記者会見などでは、その財源についての説明はなかったようですね。 もちろん子ども予算倍増するということは数千億円以上もの財源が必要なことですから、まあ、その計算もちゃんとしているとは思うんですけれども、えー、こちら、防衛増税のときと同じ流れになるのではないかというそんな心配の声も上がりそうですがどうでしょう、この辺りまあたりそうなると私なんかは思ってしまいますよね。<ー>だっってて、はい、結局この責任を持つみたたいな話とかささきももれてましたけど 責任を持つっていろいろ言うけど、ええ、まあ財政再建しますよっていうふうに私には聞こえてしまってそれは景気が、ね、よくなってあるいはそのデフレ脱却した後にに、ね、やることに全然私は異論ないんですけど、ええ、なぜか知らないけど景気とかそのデフレ脱却よりも先に財政再建したい人がこの国には多くて、ええ、ただそれって全く何の役にも立てるうまくいかない可能性が高いっていうことですよね。はいええ、その辺の辺認識が されてるのかなっていうふうな心配はあるし、うん、もっと言うとおそらくその辺はむしろあんまり心配されてないというか財政再建の方をやりたいって方に、まあ、最後行くんだろうなというふうには、はい はいまあ、防衛費、子ども予算など国民が反対しづらいこの分野の予算これを増やすために増税に協力しろ、まあ、というやり口であるならばもうやめてほしいという感じがするんですけれども本当にです、ね、岸田総理には日本の経済に好循環をもたらそう乱の岸田文雄のようにです、ね、日本経済に一花咲かせようという意思はどうでしょう。 うんまあ、価値観の違いですよね、はい、だから安倍さんを亡くなられた安倍首相前,の前首相を見ていればですね、はい、あの景気をよくすることがいろんな人からの支持につながっていくし、はい、まあ,あれだけあの、まあ、皆さんから評価される理由になったっていうことなんだと思うんですが、はい、そのことを理解あまりせずになんか財政再建すると多分財務省とか取り巻きの人たちは、うん、いやすごい って多分言われるるんんじゃないかと想像するんですでよ、はい、そうするとどうしてもその自分に対する評価を考えた時に安倍さんの評価に対しての評価ではなくて、はい、周りの自分の取り巻きたちの評価ってことでいうとうん、うん、どうしてもやっぱりあのまあ 経済に一花咲かせようというよりは財政再建で花,、えー、花は咲かないんですけど、えー、まあ花は咲かせようって言ってしまうんだろうなと思います、ねうん、そうですか。うん、まあそんな岸田総理ですが、昨日の BS 富士の番組で2023年今年中に衆議院の解散総選挙があるかと問われ、今は考えていないと答えたようです。まあ以前別の番組では増税を始める場合は衆議院を解散し国民に真を問うまあこの考えを示していたとお言われあの。 示していましたからまあ、近々増税はないということなのかもしれませんがまあ、それよりもこの支持率のこの低下でですね岸田政権自体が今年いっぱい持つのかというまあ、そんな心配の声も上がっております、えー、島さん年内の解散総選挙の可能性というのはどうですか今の時点で結構ですが、あんまりないと思いますけど、ねあなはい、やる意味もないし、はい、岸田さんの次もいるわけでもないし、はい、別に何か あのけどね。はい、でその前段の部分の近々増税はないということかというと多分そうではなくて、ええ、なまあ余計なこと言わないでくださいって周りから <laughs> あの言われて、ええ、まあ趣旨がいをしたんではないかと私は想像していますけどもね、ええ、だって国民に信を問う状況でこの今の支持率で,、はい、でしかも増税で選挙戦って勝てる って本当に思っってていのかなっていうところですね確かに野党があまりにもひどいんで過半数は取れるかもしれませんけど、はい、事を合わせてとかですね、うんえー、だけどあの対象するあの議席数を増やす形は全然想像できなくて、うん、そう考えると周りの財務省の人からすると「えー、いやお願いします」「変なこと言わないでくださいと」うん、ととりあえず増税は、まあ、後々考えさせてもらえればってことになってるはずなので、はい、まあ増税するためには議席数が必要だということを考えると、えー、まあ あのそのためになんかそういう発言を、まあ、趣旨外いというか調整したのかなと私は思って昨日のその念頭の会見でも質問、これ出てきましてね岸田総理は、まあ、簡単に言えばですね、えー、お茶濁したって感じです以前は増税前に解散・総選挙この可能性大だみたいなことを言ってましたがそれをいやそれ可能性があ,あるかないかといえばあるわけでして <laughs>、えー、でそしてあの解散ってのは先見事項ですから私のみたいなところで言ってたっていう。<laughs> なんだ まあだからやっぱり多分周りからあ,のあまり余計なこと言うなって多分止められたんだと想像しますけどね。えーはいはい、以上「アフターテラちゃん」でした島津さんありがとうございましたありがとうございました。